マルコ・アンブロジーニ・ニッケル・ハルパとは、スウェーデンの民族楽器の一つ。ニッケル・ハルパとも、弓で演奏する、殺言楽器であるが、フレットの代わりに弦を押さえる、タンジェントという小変を、持つキーによって演奏する、鍵盤楽器であるとも言える。ニッケル・ハルパは、フィドルや、ハーニガーディに類似した楽器である。最古のニッケル・ハルパ演奏の痕跡は、ゴットランド島のカレンジ境会のある門のレリーフに、 見られる。1350年頃のものと推定される。このレリーフは2つのフィドル奏者が彫られているもので、ヨーロッパにおけるニッケルハルパの起源であると推測されている。16世紀から17世紀にかけて、ドイツでシュラスルフィデレという楽器が知られていたが、少なくともこのレリーフからアイデアを得たものであるとされる。スウェーデンのウップランド地方は16世紀末以来、 ニッケルハルパ音楽の本拠地となっており、1960年代には、エルブクバー RB 氏の音楽家、ビスカンレをはじめとする、ニッケルハルパ音楽のリバイバルが起こった。1929から1930年にかけ、アウグスト・ボリーンは、ニッケルハルパをまっすぐな形で、バイオリンにより近く、ドローン弦を持たない、半音階の楽器に改良した。 現代の著名なニッケルハルパ演奏家としてエリック・サールストレムが挙げられる。サールストレムは20世紀半ばにおける重要な演奏家、指導者、作曲家かつ楽器制作者であり、演奏活動を通してニッケルハルパの再普及に努めた。以上のような革新が行われてきたが、60年代のリバイバル以来ニッケルハルパの人気には陰れが出てきている。ニッケルハルパは、 ベーセンやヘドニガルナといったスウェーデンのリバイバルフォークバンドにおいて重要な位置を占めている。キーや弦の数、配置、銅の形によって少なくとも4種類のニッケルハルパが現在でも演奏されている。現代的なニッケルハルパは弓によって直接振られないが他の弦の音に共鳴する共鳴弦を備えている。古くはドローン弦を備えたものが好まれた。 ウィキメディアコモンズにはニッケルハルパに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。